ブルーメンブラッドは日本の競争馬で2008年マイルチャンピオンシップ普中品バステイクスの優勝馬。馬名はドイツ語で花びらという意味で母の馬名マイワイルドフラワーから連想して付けられた。2006年1月15日京都競馬場の3歳新馬戦でデビュー。2戦目の3歳未勝利戦で初勝利を挙げるがフラワーカップは3着で。 大歌賞出走を逃す。矢車賞を勝利し、挑んだ、優秀品馬では、競争中止した恋歌の煽りを受け、9着に敗れる。クイーンステークス6着の後、大倉山特別をレコード勝ちして挑んだ、週華賞も8着に終わり、重賞未勝利で、クラシックシーズンを終える。秋以降は、自己条件に回り、翌2007年にカルがステークスを勝って、 再び重傷に挑戦するも、半身品場ステークス5着、ビクトリアマイル8着と、結果を残せなかった。2007年5月末に、安藤正人市長教師の優待に伴い、石坂忠久9社に、天馬屋。天馬屋初戦は再び1600万下条件に、戻ってのストークステークスだったが、左下眼県部、列層で出走を取り消す。その後は、 白州ステークス、オーロカップを連勝し、g に阪神カップでは3着となる。2008年は、京都ヒンバステークスから始動し、4着。次の阪神ヒンバステークスでは、大外一気で追い込んでくるも、届かずに、エージアンウィンズの2着に敗れた。ビクトリアマイルでは早めに抜け出すもエージアンウィンズと、ウオッカに刺され、3着に終わる。そして、 夏季休養明けの10月19日、府中品場ステークスに出走。それまで重傷に、あと一歩届かないという状態が長く続いていたが、同期の川上プリンセス、キストゥヘブンをはじめとする、ステークスウィナーを抑え、ついに重傷を制覇した。11月23日、第25回マイルチャンピオンシップに出走。単勝4番人気に、支持されてのレースは、 直線で早めに外から抜け出しを図った一番人気のスーパーホーネットをコースの中央から突き抜けるようにして捉えスーパーホーネットの追撃を4分の3バッシンを抑えて勝利初の GI 競争優勝を飾った同レースの頻馬による優勝は1994年のノースフライト以来14年ぶりこのレースを最後に現役引退を表明12月3日に JRA 競争馬登録を抹消した。2009年から生まれ故郷の農山ファームで繁殖品馬となり、シンボリクリスエスと交配され、翌2010年に黒影の馬を出産した。また2010年は、父カステナンゴと交配され、翌2011年には、足毛の馬を出産した。ありがとうございます。